フィードバックの違い、P&G vs 電通。普通の会社の場合。森課長。はい。この前の広告、CTR めっちゃ調子良かったっす。あー、確かにめっちゃいいじゃん。よくわかんないけど、このまま頑張って。P&G の上司の場合。石井さん。あ？この前の広告、CTR めっちゃ調子良かったっす。あー、グッチョ。でも、それ何パーセント改善したの？あ、1%。いやー、でもそれだったらワークしたエレメントと、ノンワーキングなエレメント分解して、ちょっとワンページのレポートして。電通の上司の場合。佐藤さん。この前の広告 CTR めっちゃ調子良かったです。おお、いいね。どんぐらい改善したの？ 1% です。おお、いいね、いいね。じゃああれだね、一般のケースの100倍の成果っていうことで報告しといて。それ大事です。大丈夫大丈夫、我々の経験上って言っとけばなんとかなるから。